こんにちは、藤原産業のいつもの僕です。いつもの彼です。今日はですね、はい、こちら、ザオ産業のビットリオという高圧洗浄機があるんですが、はい、ちょっとリニューアルをかかったので、それを紹介していきたいと思います。わかりました、お願いします。ザオ産業さんなんですけれども、はい、以前動画でカークリーナーの紹介をしていただいたと思います。もう一度だけザオ産業さんについて簡単に説明してもらってもいいでしょうか。はい、ザオ産業さんはもともと業務用の清掃の機械っていうんですかね、を作ってる会社だったんですよね、はい、よくビルのメンテナンス、ショッピングモールの清掃とかで大きな洗浄機、はい、見たことありますよね。そうですね、まあ、乗るタイプで、ね、そうですね、はい、そういったのを作ってた会社なんですが、その業務用のノウハウを生かして一般の家庭用の高圧洗浄機を開発して販売している企業さんです。今年の2023年の DIY ショーとかにも出てて、常に新しいものを作り続けている企業さんなんで、はい、面白い企業さんかなと思います。はい、ビットリオのリニューアルになった商品っていうのを教えてもらいたいんですけれども、はい、どれになるんでしょうか。はい、ザオ産業さんのビットリオっていうのは、そもそも Z1、Z2、Z3、Z4 と4機種販売させていただいて、4機種ですね、はいはい、それぞれ性能が異なってます。その中の上位機種Z3 と Z4 がリニューアルかかりました。もともと Z3、Z4 ってどんなタイプのものだったんですか。そうですね、ここに Z3 前の機種を持ってきました、はい、見たら分かるんですけど、ここのハンドル部分にホースを巻けるリールがついております。これは大変便利な機能やったんですけど、はい、ホースがここについてることでホース分重たくなってしまって、はい、まずちょっと取り回しがしづらいよと。あとはホースを引っ張るときに倒れる、はい、転倒する恐れがあるということですね、うん、あるということで、いろいろちょっとお客様の声を聞きつつ、今回リニューアルをかけました、はい、リニューアルをかけたのがこちら、はい、こちらになります。こちらは Z3 になるんですか。 Z3 ですね、はい、こちらの商品は先ほど言ったようにここにリールがついておりません、はい、ということは軽くて取り回しがしやすいです。このホースっていうのをどこ行ったのって話になるんですけど、はい、それが別売りでこういったホースリールがつきます、はい、それを別々にすることで倒れづらく取り回しもしやすくなってるっていうのが今回の仕様になります、はい、ということで Z3、Z4 については、はい、このホースリールが新しくつくそうですね。種類としては、はい、Z3 はリールがついてるタイプと、はい、ついてないタイプ、 Z4 は最初からリールがついてるタイプだけになるので、3種類販売させていただくことになっております。1点質問なんですけれど、はい、市場では、うん、いろんなメーカーさんが高圧洗浄機を出されてると思います、はい、このザオ産業さんのビットリオ、はい、高圧洗浄機はどういった良さがあるんですかね。まず先ほども申し上げた通り、業務用の洗浄機を作ってるメーカーさんなので、そのノウハウを一般家庭用に持ち込んだっていうんですかね、対応した形で作られている技術力の高い商品になっております、はい、他にも素晴らしいとこがあって、例えばこちらカプラの部分、アルミでできてるんですよね、はい、一般の高圧洗浄機はここ大体樹脂製やったりするんですよね、はい、一部アルミ製のところもあると思いますけど、大概樹脂製が多いということを聞いております。アルミ製にすることで、例えば冬場の凍結時とか、その寒暖差が激しかったりすると、やはり樹脂製なんで劣化しちゃいますよね。その劣化をこのアルミは抑えれます、はい、ってことは長く使えますよね。もう一つはこの中の心臓部分ですね、ポンプヘッドっていうのがありまして、はい、そこもアルミダイキャスト製となっております。ここも一般の洗浄機は樹脂製が多いらしいんですけど、はい、長く使っていただきたいということでアルミダイキャストにしております。あとはですね、付属品、この高圧洗浄機買っていただいたら基本的な洗浄業務はできます。バリオジェットノズルとサイクロンノズルは入っております。サイクロンノズルっていうのはこうやってぐるぐるぐる回転して汚れを落とすノズルになっております、はい、バリオジェットノズルっていうのは、はい、これ分かりますかね。はい、
閉じたり開いたりしますね。そうですね。口角と直噴が選べます、はい、なのでピンポイントで汚れ落としたか直噴、はい、広範囲で均等に落としたければ拡散ということで、この2本が標準装備になっておりますのでお買い得かなと思います、はい、最後に言い忘れたことがありまして、こちらのホースなんですけど高圧ホースで言いまして、こちらもですね蔵王産業さんもともと業務をやられてたので、そのノウハウをここのホースに凝縮してます。なので折れにくい、普通ホースでこうやったらもうパキって折れてしまいません、ね、折れてしまうと水が出ないと、はい、っていう風になってしまいますけど、折れにくいと、はい、いうところと耐久性が非常にあるホースを使っております、はいはい、最後に Z3、Z4 なんですが、もう一度まとめときましょう、はい、Z3 は2種類販売させていただいております、はい、こちらは延長ホースと高圧ホース各 10m はついております、はい、一つはこのリールがないタイプ、もう一つはリールがあるタイプ、2種類販売しております。 Z4 はこのリールがついてるタイプを販売させていただいております、はい、ホースは高圧ホースと延長ホースは各 10m ついてます。合計 20m ついております。蔵王産業さんの高圧洗浄ビットリーを紹介しました。近くのホームセンターさんにも陳列する予定もあったりすると思いますけど、ネットショップや金物屋さんでもぜひ見かけたらご検討お願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、あと LINE の公式アカウントも開設しましたので、そちらの登録をお願いします。それではさようなら。